ジム・コンネルは19世紀末から20世紀初頭にかけて活動したアイルランド人の政治活動家で特に労働家として知られる赤旗の歌の歌詞を1889年12月に書いたことで知られている。コンネルはミーズ・ケンケルズの北に位置するキルスケアの村に近いラスニスカのタウンランドに生まれ10代で 土地戦争の運動に加わり、アイルランド共和主義同盟の一員となった。18歳の時、フェニアンの誓いを立て、ダブリンに移って、沖縄歌手として働いたが、労働者たちを組合として組織しようとして、ブラックリストに乗った。1875年、コンネルは、ロンドンへ移り住んだ。様々な職業を経験し、一時は、ケアハーディの新聞、ザレイバーリーダーの、 スタッフジャーナリストとしても働き、人生の最後の20年間は労働者法律、扶助協会の正規として働いていた。コンネルは10年間にわたって、ヘンリー・ハインドマンが率いた社会民主連盟の党員であった。SDF はアイルランドにおける土地改革と自治を支持しており、コンネルもハインドマンもアイルランドにおける農地改革の必要を訴えるイングランドの 労働者たちの組織であるクレートブリテン土地連盟の役員を務めていた。しかし、1890年代後半にコンネルは SDF を離れ、独立労働党に参加した。ウラジーミル・レーニンは、独立労働党をブルジョア的であると批判したが、後年、1922年にはコンネルに赤星勲章を送った。コンネルは、1889年の ロンドンドックストライキの最中に SDF の集会で演説しようとして社会主義のためのアンセムを書こうと思い立った。彼はチャリングクロス駅から自宅のあったサウスロンドンのオナーオーク駅までの列車の中で歌詞を書いた。通説では駅員がプラットフォームで赤い信号機を上下する仕草を見て歌詞を思いついたとされている。この歌詞はドイツ語のクリスマスキャロル もみのキとして知られ、メリーランド州の州歌にも流用されている、ロリジャー・ホーレー・ティアスの旋律で歌われるのが普通になっているが、もともと、コンネルは、古いスコットランド民謡のジャコバイトの歌である、ザ・ホワイト・コケイドの旋律で歌うことを求めていた。1920年に書かれた、ハウ・アイロートザ・レッド・フラッグという文章の中で、コンネルは次のように述べている。この歌が、 末長く生き残ると思ったかって。もちろんだよ。最後の行に書いた通りだ。This song shall be our parting him この行のところはかなりの時間を使っていろいろ考えた。考えすぎていないかと自問自答もした。しかし、この歌を書くことで自分自身の思考や感覚の最善を尽くしただけでなく自分の知る本物の社会主義者すべての思考や 感覚の最善を表現したのだと思った。最後の行はそのまま残すことに決めた。クロサキールにある記念碑エルコンネルはサウスロンドンで死去し、葬儀はゴールダーズグリーンで執り行われた。サウスイーストロンドンのクロフトン、パーク、オナーオーク、スタンドンパーク22番地 A にある旧宅にはブループラークが設置されている。1998年4月26日、 アイルランド、ミーズ県黒崎イルで、ジムコンネルの記念碑が除幕された。この場所は、1918年に600人の群衆を、前にコンネルが演説したところであった。キルスケアに近い黒崎イルの村では、地元のコミュニティが、1997年から毎年5月1日の命令に記念パレードを行っている。このパレードには、多くのアイルランド人、 イギリス人の労働組合活動家が集まる。2011年にはケルズでジム・コーネル・スクール・オブ・ポリティカル・ディスカッションという行事が開催された。ありがとうございます。